キノボリヤモリは、キノボリヤモリ族に分類されるヤモリの一種。ジャワキノボリヤモリとも。原産地は不明であるが、インド、スリランカ、チャパ、インドネシア、タイ王国、オセアニア、ミャンマー、フィリピン、スラワェシ島、中国、台湾、ニューギニア、ニューカレドニア、ロイヤルティ諸島、トンガ、マルキーズ諸島、ソシエテ諸島、ソロモン諸島、フィジー、モーリシャス、レユニオン、 ヨドリゲス島に分布することが知られ、これらの中でも少なくとも太平洋の小島所の個体群も移入であると考えられている。日本やハワイの侵入は確実。日本では1989年にイリオモ表島で確認されたものが初記録であり、その他、宮古島、タラマ島、石垣島、小浜島、ハテルマ島にも定着が確認されている。日本への侵入は 食材木、木材などの資材に紛れた、ヒート的導入であると考えられている。なお、日本に分布するものは、アシュヘモフィリダクティレスチュープスチュープスブリーカー1860とされている。体長60から80ミリメートル、東道長33から45ミリメートルで、日本に生息するヤモリ類と比べると、極めて胴長短足胴を、獅子の表面に、 大型の下流状うろこを描く。尾の断面はほぼ円形。樹状性で小型の昆虫類等を餌にすると考えられている。日本国外では直径6ミリメートルほどの球形の卵を1回で1から2卵を樹皮の内側に産卵することが知られているが、日本国内ではメスのみンため生殖すると考えられている。ありがとうございます。